ばんは。さっきぶりね、さっきぶり家に帰ってきました。さっきぶり、あっとです。さっきぶりです。こんばんは、くま、ありがとう。ありがとう。早い？お疲れ、ありがとう。ご飯食べましたよ。食べた。そう。クマ、ありがとうございます。あ、触覚が。で、触覚ないバージョンの中村舞。なんかね、メイクが帰ったらめっちゃ濃くなっててびっくりした。今日メイク濃い。お疲れ様、ありがとう。チェキ会でした。ちょっとメールが全然遅れてないのでツイートをしたのですが、疲れ、クマもありがとう、うん、ありがとうございました。かわいい、ありがとう。目したらあかんね。大丈夫、大丈夫です。元気です。今日元気、大丈夫。衣装ケース、え、待って、恥ずかしい、恥ずかしい。私のこのミニーちゃんが、お手振りミニーちゃんが、恥ずかしい、恥ずかしい。ここまで映ってたのか。おお、はい、おお。あ、これちょっとダメなのかな、映したら。おお、おサイリウム振ってるんだ。サイリウムじゃないんですけど、手間かと思った。あの後ろ姿ネズミです。ミニちゃん可愛いでしょ。どうぞ。大丈夫、え、枯れないの。私ね、あんま枯れない人なんですよ。歌ったらめっちゃ枯れる時あるけど、そう、まあ枯れないタイプです。そう、手も痛くない。めちゃめちゃ元気ですよ。皆さん今日一日ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、どうもありがとう。え、サイン、でもね、結構ね、なんかあっという間でした本当に。そう、チェキ会めっちゃあっという間で、そう、みんなすごいこう待ってくれてたりするかもしれない。私めっちゃあっという間なんですよね。すごいタワーもらった、ありがとうございます。サトシさん、何このタワー、何これ、これ何ですか、え、何これ、謎なんだけど。謎タワーもらった、ありがとうございます。何これ、釣り、釣りなん、釣りタワー初めて見た。あ、七福神、七福神の季節ですか。七福神の季節じゃないか、何、七福神、謎のタワーをもらったんだけど、何このひげ生えてるんだけど、タイ持ってるし、釣り竿持ってる、服、初めて見た。エビスクマ、かわよい、ひげ、エビス、なんで、エビスさん、エビスさんエビス様って釣り竿持ってるんですか。節分近いから、そうよ、もうすぐ2月なんよ、めでたい。めでたいです。2月よ、2月は逃げちゃいます、早いんですよ。
待って、服って感じどんな感じや。あ、これか。あれ？こうやったっけ？いや待って。あ、これこれよ。あ、ありがとうございます。あの副委員長の服が着たわ。間違えて。はい。サトシさんありがとうございます。私を好きになって1年。おお、待って、今の時期ぐらいからちょうど自粛が始まりましたよね。なんかだんだん自粛モードになって。そう、サトシさんありがとうございます。似てる？うまいでしょね。なんかちょうどこの時期だった気がする。ありがとうございます。ケンさんもありがとう。そう、千穂さんのソロコンとか1月は結構盛りだくさん。 TDC もあったし、あの単独コンサートもあったし、千穂さんのソロコンサートもあったり、僕恋の初日もあったり、めっちゃ1月はたくさんあった。そうだし、あの無謀、ちょうど無謀の時期だったんですよ。無謀の夢は覚めることがないの時期だったんで。そう、めちゃめちゃ2月ぐらいからちょうどなんか、なんか自粛っていうかなんか、まあそんな感じの雰囲気になって。そう、舞浜ツアーもあった。全国ツアー2月だっけあれは。多分かわいい、ありがとうございます。瀬戸内巡りやった。瀬戸内巡りとかリリースイベントやりました。地方ヌのソロコン、地方さんで、地方さんからチェキもらったんですよ。じゃーん、いいでしょう。キュー好き、かわいいお尻、私のお尻かわいいらしい。何かわいいお尻って、かわいいお尻があるらしい。いいでしょう。ちょっと発光してるわ、見える？私もチェキあげました、交換しました。かわいいお尻らしい、かっこいいお尻丸っぽい、この感じだと。チェキ交換しました。これはちょっと家宝にします。私の棚に飾ります。誰がかっこいいの？ほのたんさんかな。かっこいいお尻代表、ほのたんさん。なんとくるみも割れちゃう。硬い硬いお尻です。筋トレしてるかな？そう。お尻の筋トレしてる。千穂さんにあげたチキ、コメントなんて書いたんですか？あの、千穂。あとお尻さんへ、なんかさ、地方あとお尻さんへって、なんかさ、あのなんかアットまるまるってよくあるじゃん。なんか地方あとお尻さんへにして、いつもお尻ありがとうございますって書きました。ちょっと自分で作った。そう、よくない。タオありがとうございます。シンジさんありがとうございます。ありそう、アットマルマルみたいな。いつもお尻ありがとうございます。そう、千穂さんと今度はチェキ会なので、そう楽しみです、めちゃめちゃ。お尻ありがとうよ、本当に。
お尻ありがとう。リリースします。主権様ありがとう。ありがとうございます。じゃん。シンジさんありがとうございます。キャッチ&リリース？お尻？キャッチ&リリースってどういうこと？どういうこと？どういうこと？触って逃がす？持って帰らないってこと？お尻を？どういうことやねん。つかんで話す。どういうことやねん。釣り用語？え、わかるよ。わかるわかる。持って帰らないで。持って帰らないで。お魚は持って帰ってもいいです。お尻リリースされることあんの？え、お尻はリリースされるよ。え逆にリリースされないの？え、リリースされないの？え、何リリースって？リリースって返すことじゃない？もう意味わからん。混乱混乱。疲れてるね。確かに疲れてる。お尻の話しすぎて。ダメダメダメです。お尻の話しすぎ。クマさんありがとうございます。ご飯食べたよ。ご飯、鮭の最強焼きっていう、なんかすごい強そうなやつ食べた。なんかめっちゃ強くなりそうじゃない？鮭の最強焼き、めっちゃね、鮭の最強焼き食べました。強そうじゃろ。うん、最強焼き。そうそう、なんか何分からんけど、よなんか、うん、味が違う。あの舌がさ、味覚音痴なのだからさ、ちょっと味の説明めっちゃ下手なんですよね。あれ、何なんかな。味噌かな、分からん。黄色かった。そう、最強な色してた。美味しいです。なんか最近めっちゃ鮭食べる。鮭好きなんよね。鮭か、鮭うますぎ。つけとる？そうそうそう。すく、ありがとう。うん、サーモン大好き。あの、こう、ここの部分が好き。あの、こんな形やん、鮭って。こう切り身って。のここの部分が好き。
ここの部分が最高にトロトロ。わかる？そう、油が乗ってるとこが好きなんよ。なんかなんかこっち側、なんでこっち側油多いんじゃろう、わからんけど、めっちゃ美味しい。ここトロトロやっけ。こっちから食べ始める。こう皮はなんか物によるかも。なんかパリパリすぎる皮はちょっと食べれんけど、柔らかいやつだったら全然食べれる。骨ついてる、ついてる。ハラス？あ、そうそう、ハラス。キリミちゃん、キリミちゃんわかるよ。なん、何のキャラクターなんやろ。なんかそう、トロトロの部分を最後に残すんですけど、大抵なんかお腹がいっぱいになってからトロトロの部分食べたら、なんかうっ、胃もたれしそうだってなる。だから最初に食べるのがおすすめ。あ、サンリオか。あのお腹いっぱいになってからトロトロの部分食べるとちょっとあれなので、そう、もたれしそうになっちゃう。そこだけで売ってる、わかる、ハラミだけのやつでしょ。な、胃もたれしちゃう。脂っこいもの、え、大好きなんや。大好きなんやけど、やっぱ数は食べれんそんなに。そうですよ、え、ちっちゃい頃から胃もたれするんだけど、そんなもん。マイキューのハラミはどんなん？ほんとありがとう。おいしそう。ほんと。おいしそう。ほんと。ポン。出すのか、出さない、出さないです。え、腹見て、腹のところだよね、お腹のところじゃない。耳かき、今日パッツンじゃない、あれがない、ない方が好きですか。なんかこれどこだ、どこ行ったんだ、これか、これいつもある、いつもあるんじゃけどね。触覚、あ、そう、触覚、触覚ないとさ、なんかスッキリしてるね。両方好き？スッキリする。そう、触覚、なんかそう、顔のなんか触覚がある方が小顔に見えるみたいなのを聞いたことがあって、ずっと触覚作ってるけど、顔が見える、よく見てください。袖長い、これ可愛いんだよ。ここがね、こう細くなってるタイプ。可愛い。今日は一段と可愛い。え、どういうこと？なんかさっきそんなこと書いてる人他にもいた気がする。どういうことやねん。
前髪伸ばし中です。オイラの前髪お腹の音もう一回聞きたいです。意味わからん。バキバキ？そう腹筋あるよちょっと、うん、痛くない。アイスありがとうございます。52分、もう終わっちゃうよ、もう終わっちゃうよ。明日は朝起きて バイバイだね。水曜日？え、なんか時経つの遅すぎてびっくりする。え、なんか月曜日から水曜日までってなんか長くない？お話し会ある。金曜日？今週はあと4回お話し会あるんですよ。2回が思い出せる恋をしようで、もう2回が失恋ありがとうのお話し会があるんです。そう、4回のはず、うん、そう、1月結構たくさんあった。え、だって木金土日？え、やばくない？4日間連続なんだけど、すごい。気をつけてね。任すだけ。でも平日、確かになんか平日ってさ、あのあれだよね、そうだ、そう、時間が3部の時間が変更になってるはずなんですよ。で8時までなので、そう、結構急がないと間に合わないって人がいるかもしれないです、うん、そう8時までなので気をつけてください。50か、もうめっちゃもうこうやって帰ってでもオンラインだからワンちゃんどこか、そう、難しいのかな。もう仕事とかだったら難しいよね。ターミネーター、そう、私毎朝ターミネーターだから朝本当にターミネーター。なんかさ、いつもさ、なんかこう家出る前に何時に出ようって思うんじゃけどさ、その時間よりもさ2分ぐらい遅くなるんよ。そしたらさ、ターミネーターで行かんとね、必ず遅れてしまうけさ、毎朝ターミネーターになって毎朝もう頑張っとる私。めっちゃターミネーターだったの。そう、早く出ればいいと思うんだけど、なんか予定立てるんですよ。朝絶対この時間に出ようとか思いながら、そしたらもう時間見たらその時間で。難しい。その時間が余裕ある分ゆっくり準備しちゃう。困っちゃう。
だから朝ねめっちゃねもうねすごい余裕持って着いた時はめっちゃドヤ顔だもん私。最高、気分最高。朝は時間がない、なかなか。メイクに時間かける？あんまメイクして家でないんだよね私。そう、なんかそのお仕事の現場でメイクするので大抵その時に、なのでメイクあんまりせずにマスクしてるからあんまりメイクはしません。朝のルーティン、でもなんかねなんか家出るときにもうなんかアイロン、髪の毛のアイロンとか、あともし火を使ったらなんか火を本当に切ったかとか、火の元栓閉めたとか、なんかめっちゃ気にしちゃう。その自分が最後に家を出るときはめっちゃ気にしてしまう。なんかね燃えたらどうしようとかめっちゃ思うんだよね。燃えたらどうしよう、うわ火事にならないかみたいな。え、もうアイロンめっちゃ怖いから本当に線をもうもう抜いて抜いて、大事。ブレーカー落とす？もう元をね切っちゃうんだ。心配で家戻ったりするあるよね。私もなんか玄関まで行って待って切ったっけみたいな感じでしよったら時間が経つ。待って切ったっけって言って一回中に戻ったらもう時間がギリギリです。あるあるです。え待って、もう終わるの？おやすみ？おやすみって言わないでよ、悲しいから。言わないでよ。いや言ってください、おやすみなさい。おやすみなさいだよ、寝てくださいね。ありがとう。うん、ゆっくり休んでね、みんなもね。明日も頑張ろうね。おやすみ。あと30秒。また明日。明日もきっといい日になる。おやすみ。明日も頑張れ。頑張ろう。おやすみ。Hmm.